皆様こんにちは。金曜15時からは au スマートパスプレミアムとタイアップした特別コーナーをお送りします。改めましてウェザーニュースキャスターの高山菜奈です。よろしくお願いします。au スマートパスプレミアムとタイアップしてお得な情報をお届けしていきます。 au スマートパスプレミアムとはエンタメ体験やショッピング割引など一つのサービスで楽しい、お得、安心を網羅した全てのスマホに対応した月額サービスです。魅力的な au スマートパスプレミアムですが、聞いたことはあるけれどどのようなサービスなのか詳しくわからないという方のために、実は使わないともったいない、他にはない魅力的な特典やお得なサービスがいっぱいあるんです。今回はこちら、テレビ朝日の大人気ドラマが配信開始となりましたのでご紹介します。 au スマートパスプレミアムではテレビ朝日の大人気ドラマ、科捜研の女、相棒、家政婦の三田園、過去シリーズ配信開始しています。科捜研の女はシーズン23がテレビ朝日で現在放送中、相棒、家政婦の三田園はどちらも新シリーズが10月から配信予定となっています。ということでちょっと見ていきましょうか。こちらですね、いろいろあるんですが、はい、ということで、あ、続編もね、ということで昨日何食べたもありますし、あとはもう大人気シリーズ科捜研の女、私も結構見ております好きですで、こちらがね、もうすでに新シリーズね、最新シリーズ放送中ということです。で、下の方に行くと家政婦の三田園、こちらもね人気ありますよね。で、私大好きなのがこれ相棒です。シーズン1から、いや、いいですね、見返したいけどたくさんシーズンあるのでね、見返すのも大変かもしれないんですけれど、見返してってまたね、新しい相棒が10月からもね始まるということですので、はい、こちらがねシーズン2となっておりますし、科捜研の女もあります、飛んで埼玉もありますね、あとはルローニケンシンとかも、あと進撃の巨人、そして影の実力者になりたくてセカンドシーズンということで、まあ、こちらもねありまして、いろいろこうね見ることができるようになっておりますということで、ちょっとね相棒のところにしておこうかなということで10月は新ドラマが始まるタイミングとなりますので、 au スマートパスプレミアムをうまく使って長く愛され続けている名作ドラマの過去シリーズをご堪能ください。詳細についてはスマパスアプリにある特設ページをチェックしてみてください。ぜひこの機会に利用してみてはいかがでしょうか。改めて au スマートパスプレミアムについてご紹介します。こちらをご覧ください。エンタメ体験やショッピング割引など、映像、音楽、雑誌などのエンタメが充実、お得な特典が盛りだくさん。au スマートパスプレミアムは au ユーザー以外の方も使える月額サービスです。月額548円、初回は30日間無料でお試しいただけますよ。今後も私たちウェザーニュースキャスターが au スマートパスプレミアムのサービスの魅力を皆様にお届けしていければと思います。au スマートパスプレミアムを使って毎日にワクワクを、次回もお楽しみに。